エランス・ファーリーは、アメリカ合衆国ケタッキー州出身のプロバスケットボール選手である。ポジションはセンター。ルイビル大学を卒業後、スペインリーグのアーチナでプレー2009年10月、高松ファイブアローズに入団した。2009から10シーズン開幕当初は、外国人選手が不在だった高松において、貴重なインサイドのようとして活躍。 2010年2月27日の富山クラウジーズ戦後、ファーリー自身の口から家庭の事情でチームを離れることが発表された。翌28日、ファーリー離脱前最後の試合で高松は富山に勝利した。この日の試合後にもファーリーはブースターに別れと応援に対する感謝の挨拶をした。以後、2009から10シーズン最終戦まで欠場。2010年8月、 高松ファイブアローズと継続契約することが決定し、2010から11シーズン終了まで在籍。ファーリーと選手契約合意、ファイブアローズ。四国新聞、2009年10月22日閲覧。帰国する T のために、チーム一丸、気迫のプレー。ありがとうございます。